お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらエレジェイスパーキーやっていきたいと思います。というわけでめちゃくちゃ久々のね動画投稿かなと思いまして、ちょっとね僕今流行りのっていうとなんかめっちゃいいものに思えるかもしれないですけど、コロナですねかかってしまって、味覚障害であったりだとか、まあ熱が出たりだとか、まあいろいろ来てちょっとね動画の小やりでねちょっと上げれてなかったんですけど、また今日からねちょっと毎日上げれていけたらなと思います。ご心配おかけしました。というわけで早速ねやっていきたいと思うんですけど、まずすごいデッキが生まれましたね。今シーズンもう終盤の方で、終盤の方になるとやっぱみんなめちゃくちゃマルチ潜っていろいろデッキ変えまくったりだとか新しいデッキ作ったりだとかで、その中で生まれたのがこのエレジェイスパーキーでございます。なんかもうゴブドリだけはボコボコにしたいよねっていう、そんな意図がね見られますね。というわけで基本的になんかねもうスパーキー出してその前にエレジェイつけてで施設系にクエック打てばもうなんとかなっちゃうっていうデッキだと思ってください。さあ LSP は流行りだと思う、クロスかロイか2択かな。さあメガゴーロイちゃんじゃないかな、ロイジェイっぽい顔してますね。いやなんか久々に動画撮るからどんな感じで撮ってたかな覚えてねえな。とりあえずまだ感知したとはね、どうなんだろう。なんかコロナって、だいぶ体調良くなった後に、こう味覚障害がずっと残ったりだとか、まあなんかずっと咳が出るとか、なんか後遺症が結構あるらしいんですよね。後遺症と呼ばれるものが。で、それが、なんかね、まだあるかなって感じですね。もう熱とかも出てないし、なんだろう、もう普通に元気なんですよ。ゴリゴリ元気で、もう今すぐにでも遊びに行きたいぐらいね元気なんですけど、まあ、まだ多分外出したらダメみたいなとかがありつつ、これ間に合わないですね。痛い、これライトニングでしばかれちゃいそうだな。そうまだちょっとね外出あんま良くないみたいなので、もう家に引きこもってクララをずっとしてるんですけど、よいしょ。さあまだなんかね味だけは分からんっすね。だから何食ってももう9割方味がしないです。これは皆さん想像つかないと思うんですけど、カレーを食ってもねカレーかどうかがねほぼ分かりませんっていう症状ですね。なんかでもびっくりですね、こんな感じなんだっていう、まあ、鼻づまりの上位互換みたいな感じで、なんかもう本当に何食ってでもほぼ分かんないです。なんか雰囲気は分かるんですよね、雰囲気は。けど分かってますね。いやマジでね分かんなくて、結構メモとかもしてたんですよ。この食べ物はちょっと分かるみたいな雰囲気ね、雰囲気分かってなんか美味しく食べられるみたいな、その食べ物はなんかね何も分かんないものもあるんですよ、そのものによっちゃ。まあ、それがね枝豆とか体調崩してる時に枝豆食わないかもしれないんですけど、なんか届いたんでね。そうでマジで何食ってるか分かんないみたいな。うーんで、カレーとかもね、なんかあんま分かんなかったっすね。本当に、ややぐらい。だからほぼ味しないんですよね。まあ、その中でも、トップレベルに美味しかったのが、みかんゼリーですね。果物の。果物屋さんみたいな。よいしょ。フルーツのみかんが入ってる、みかんゼリーはね、もうナンバーワンでしたね。なんか圧倒的でしたね。なんか特に理由のつけようがないんですけど、とりあえず美味しかったとしか、なんか味がしっかりしたっていうのはちょっと違うんですけど、なんか、ね、みかんのこのフルーティーな感じがね、美味しく感じたんですよ、とりあえず。多分ね、ほとんどのことは分かんないと思うんですよね。そんな経験ないと思うので。まあですけど、分かんない方がいいですね。僕まだ味覚が全然治ってないんですけど、食べ物食べてもね、めっちゃ美味しいって思わないんですよ、もう。その、味がしないからね。味がしないから、だから、食の楽しみがなくなっちゃったぐらいなんですよね。僕、めちゃくちゃ食うの好きだから、別にめっちゃ食えるわけとかそういうのはないんですけど、とりあえず食うの好きなんですけど、食うの好きなんだけど味がわからなくなっちゃったので、単純に食を取るのすらもうめんどくさいですよね。そうそうそう、まあでもどの食べ物ならちょっとなんか味わえるんだろうみたいな、ちょっと美味しいって思えるんだろうみたいな、それを探すのは、まあ、楽しいっちゃ楽しいですけど、
まあ、言うてみたいな言うてみたいなとこありますから、さあこれちょっと残したいね、こっちをよいしょ。でも相手のこの空がこれあれだな、さて気づいた、相手のこの小物系がえぐい。いやこれ俺の滑り込みトリトンニュー、フィジカル待って、フィジカル、あーやばい、これ折られたらやばいと思ったけど、あと270までいってるんで、さすがに大丈夫な気はする。これどうしようかな、俺の負け筋はうるさいな、咳もうしつこいんだよね、咳が本当に。なんででもなんか咳の音すらもなんかすごかったんですけど、普通の咳に戻ったんで、また回復はしたっちゃしたっすね。さあ、OKOK、危ない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 。 LJI ってね、相手の攻撃基本的に全て溶かすんですけど、やっぱ硬い系ランバーとかミニペッカとかそういうのがすごい厄介になっちゃいますね。さあ、まあ、せっかくならこの LJI スパーキーはね、もうゴブドリをボコボコにするためだけに生まれたと言ってもね過言ではないんですよ。本当にケツスパーキーして、ゴブドリのねデッキテスラ入ってますから、テスラにしっかり食って橋前リジェイつけて、まあ、メガゴ追加とかねできた時にはよ、もうグッドゲーム GG っていう、もう勝ち確のねなりますから、ちょっと引きたいよねっていう。さあザッいそう、ちょっと対戦相手よりも咳の方がちょっと強い敵として、オーケー。さあ、おい、来た、ゴレ率高すぎ、えぐいよね。だって数千やっただけでこんだけゴレ来るんやで、多すぎるやろ。さあ、まあこのゴールもね来シーズンの加法ということで非常にねおめでたいでございますが、よいしょ。さあ、なんかね来シーズンのブラッシュ調整発表されたみたいで、あんま詳しくなくて申し訳ないんですけど、めっちゃ修正あるらしいっす。めっちゃ修正ある。で、他の、なんかね、YouTuber の人とかも多分、紹介してた気がするけど、僕はまだちょっと出せてないので、どうしようかな。まあ、バランス修正、来てからでもいいかな。来てから、たくさんちょっと動画出そうかなと、思いますね。まあ、とりあえず、なんか LJI とか、加法されるらしいんですけど、まあ今どっからどう見ても強いんでね。ゴレもね、いやゴレは変わんない。ゴレの中身の、ダクネちゃんがね、なんか加法されるみたいな、聞いたんですけど、なんかね、意外とよーく見ると、加法かそれみたいな。もしかしたらそれ強化じゃないのかっていう危うい調整らしいんですけど、なんでちょっとね、ダクネがもしかしたらですよ、ぶっ壊れになる可能性があるっていうので、ちょっとね、まあその辺もね、楽しみに。まあ、3ヶ月1回のね、3ヶ月に1回のバランス調整なので、まあめちゃくちゃすごい調整がね、入るっぽいので、ちょっと楽しみに。さあ、このなんかね、スパーキーデッキの、この逆サイドトリトンがせこすぎて、これだってせこいっすよね。せこい以外の文字で表せないっすもん、これ。ケツスパーキーして、その瞬間に逆サイ攻められたらトリトンで引っ張って、強制的にスパーキーの動作に持ってくるっていう。いや、これせこすぎん？これなんかもう、ね、スパーキーが強いとかじゃないっすもんね。さあ、で、もうエリジェイの方にね、全部、あれ？全部できんかったんですけど、まあまあまあ、うわお！パーティーすぎるだろ。ちょっと待てよ。汗。一旦落ち着いてね、クエイクで溶けてもらって、いや、そこそこにクエイク持つよ。オーケー。いや、これマジでね、せこいんですよ。ケツブスパして逆サイトルトで引っ張って、LJ つけて、みたいな、攻めトルネするかクエイク打つか、みたいな。えぐくないですか？もう、レベルと地数強すぎる。さあ、よろしく。もう、LJ スパーキーを組めれば、もう、組むだけ強いので、そこちょっと組みたいんですけど、なかなか手札がねそんな綺麗になることもないっていう。さあ、ヒースピエってことは来ました、エルクサーポンパー待てどういうことだよ、相手もびっくり、あれこいつエリポンに何もやってこねえじゃんっていう。いやー違うんだよ、聞いてくれよ、俺だってなエリポンにユニット出してんだろ、クエイク、結構これ今からでも打った方がいいみたいなとこない？あるっすよね。あるっすよね。
さあ、で、これは、どうしようかね。誘導突進とかもされそうだし、ちょっと早めに強制引っこ抜きゲーミング。おっきおっきおっき。いやいや、熱いよ。強制引っこ抜き。よいしょ。さあ、死ぬんかなっていうぐらい過ぎてんな。わあ、うまい。さて、ゴースティングでしょ。これね、来ましたね。後半絶対もうスパーキーエリジャー組めれば激アツ。激アツ間違いなしだと思うので、さあ、あれ食い口してんだけどな。ちょっと待ってな。よいしょ。いや、いい、タルババ。オッケー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 。いや、熱いね。これで最初のエリポンに食い口が出なかったのは、まあ、ほぼなしになったようなもん。地味にね、このエレジェイトスパーキーを出さなかった時に、地味低コストっていうね。さあ、これユーナとか来たら金軌道ね、いただきたいっすよね、正直。あれでこれ待ってんな。いや、待ってんな。さあ、待っているが、スパーキー行きまーす。来た !2 倍タイム。もうこれよ。これで組むだけだからな。組むだけどっこいしょやりながら、あ、でも、ちょっと、あれ?これ、もしかして来ないのか?とか見せかけながら。いや、強い。で、そこであんまり溶けられると嫌なんです。エレジャイ君頑張ってください。お、相手の防衛リボン。あ、防衛リボンしかミスってる。しかも防衛リボンとかもガン無視、ガン無視。クエイクすら打たないって。いや、打てばいいな。オッケーオッケーオッケー。いや、これはやばいやな、マジで。もう考えてないもんな。感じてるだけ。感じてもいないなんなら。あ、しよしよしよし。さあ、三死はね、このスパーキー受けが意外ときついからね。よいしょ。ああ、バチコン、バチコン決まってね。さあ、形を組むのが今は強い。GG でございます。いや、これマルチで普通に8000だからでもいますからね、このデッキ。さあ、ああいうマッツブロー?名前が質問しちゃってんじゃん。さあ、いや、神手打った。はい、スパーキー、エルジャイ、来たー。いや、これマジで多いね。今日の動画だけでも3試合ぐらいこれなんだもん。いや、流行りすぎなんだよな。俺はね、もうわかります?来シーズン。ゴレが間違いなく来シーズンも強いです。ゴレを下方しなきゃね、ゴレは強いんすよ。どんだけダクネをいじろうが、周りをいじろうが、ゴレが強いんすよ。わかってください。で、ここのタルババで、ダクネをちょっとね、溶かしながら、いい感じにね。ボンビーくん、ボンビー、待って、このトルネしちゃったかもしれんな。俺、もしかして、これやばいぞ。やばい気がするぞ。プリンスか?これさ、撃って、いや、発射でか。発射でかすぎ。あと、このプリンスを受ける、トリティーニャ。さ、ゴレクローン来たね、ゴレクローン。で、プリンス、ザッピー型なんでね。まあまあ、ザッピーがちょっと厄介ですね、エリジャイのメタ。まあですが、僕にはスパーキーがいるのでね。ダックプリもメガゴもいるので、しかもトルネークエイクだから、ザッピー、もしかしたらトルネークエイクで、ゴリゴリ溶かせる?いや、これさ、気づいた。ちょっとやばいな。これ一回あれ捨てます。僕ぐらいになると。うん。あれなんかね、エレジャイつけても、つけた後がなんか俺困る気がしたんだよな、今。そのスパーキーをとりあえず出してしまった僕が悪いっすね、もしかしたら。一旦ここは落ち着きます。一旦落ち着いて、前でのザッピーがね、流れてくる。で、このね、エレジャイ咲いた後の、このね、コウモリとかがね、ちょっとめんどくさいっすよね。よいしょ。さあ、頑張ってもらって、メガゴ一応最強なんだね。さあさあさあ、いや、流れはいい。いい流れ。いい流れ。おい、相手が来た。相手なんか、左右にすげえ振ってくんな。こっちって。こっちだよ、こっちだよっていう。まあやっぱ、エレジャイって基本的に同サイドは戦いたくないっていうね。ゴレの心理。さあ、これでも、大チャンスってやつじゃないの、これ。で、ちょっとね。よいしょ、ボンバーだけ剥がすっていう。いや、これさ。やばい。いや、なんかね、意外といいように見えて、この、
この後がね普通にちょっとめんどくさいっていう。でここのスパーキーはねできるならそこそこ延命してあげる。いやこれ来た、これ相手絶対やった絶対やった絶対やった来た絶対やった絶対やった走れ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 、エレジャイ、オッケー。いやこれもう勝ち確じゃない、これもだってね、ビヨンビヨンってビヨンビヨンっていっぱいしてくれて、何やビヨンビヨンってちょっと待って、ミスったミスったミスった、トルネットクエイクミスった。いやでも結果オーライ、オッケーオッケーオッケー。いやさすがにな、さすがにこれは負けんな。いやでかいですね、エレジャイが強すぎです。シャイハイというわけで、まあ、久々のねゲーム実況だったんですけど、ちょっとねあの咳が止まらんな、思った以上に喋れば喋るほど咳がすげえ出てきて困るんですけど、まあ、僕の体調的には全然問題ないので、ちょっとね最近あの動画もね全然上げれてなかったので、いろいろねデッキ紹介もしつつ、シーズンねもう終盤なので最後トラゲ動画も上げれたらなと思います。というわけで皆さんも最後ねトラゲ頑張りましょう。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。